今日の美味しいレシピは、鶏の唐揚げで作る色鮮やかな酢鶏。今日の食材、この食材を使って作っていきましょう。玉ねぎは皮をむいて、くし形切りに。ピーマン、パプリカは種を取り除いて細切りに。しめじはほぐして。鶏の唐揚げは食べやすい大きさに切る。ケチャップ、片栗粉、砂糖に酢、醤油、水をよく混ぜる。野菜の食感を残すにはさっと手早く炒めるのがコツ。野菜とキノコは油が回る程度にして、唐揚げを入れたら炒め合わせて、甘酢あんを回しかける。絡めて、とろみがつけば、程よく酸味が効いたボリュームたっぷりの酢鶏完成です。